はい、皆様お疲れ様です。シュチュワンです。今日は2020年、6月16日になります。このメールはですね、ベルウッド向けにですね、本日の0時45分に送信したものです。はい、問い合わせとしまして、アンロック BTC、ETC、ベル、ETC ってことで、ビットコインとイーサリアム、それからベルコイン、その他についてですね、ロックを解除してくださいというふうなメールを送りました。はい、そしたらですね、ベルウッドの方からですね、本日の10時頃、朝10時頃ですねに返信ありまして、はい、翻訳したものなんですけども、ベルウッドご利用いただきありがとうございますということで、フリーズをねキャンセルしましたというふうなねことで、かなりねレスポンスが良くなっております。はい、それでですね確認したところですね、はい、全てのね、コインがですねアライアブルに、移動しましたというふうなことになっています。はい、こういう形ですね。先日はですねイーサリアムがね 0.23 ぐらいですねフローズンで凍結、それから、10,031ベルがですね凍結っていう形で右側のフローズンにねいたんですけども、それが全然ね移動できませんでした。それで情報をもとにですねベルウッドの方に問い合わせしましたところ、すぐにね解除していただきましたということで、ご報告いたします。はい、これで一応、移動というかですね操作はできるように、なっております。はい、それからですね、ベルコインに関してもボスコインに関してもそうなんですけど、パズル取引所にね移動できたっていう方が、いますのでですね、試しにね送ってみてもいいのかなというふうに思ってます。ただパズルですねの方登録というか、がなかなかねうまくいかないので、引き続きね頑張ってやっていきたいと思います。はい、それからですね BTC、出金できますかっていうことで、そこがね、結構ポイントとなってくると思いますが、それについてもですね問い合わせをいたしました。はい、ですね、BTC、出金できますかと、操作できますかといった内容でですね送っておりまして、回答の方が、来ております。はい、これなんですけども、内容がですねちょっとねグループ化して、出金履歴と、取引履歴を確認し、不正がないことを確認した後送金しますということです。はい、それで、一部のお客様で、遅延がね発生する場合がありますということなんですけどもね、これに関してはですねグループ分けもしてるじゃないかっていう、ね、意見の方もいらっしゃるかと思いますし、実際にですねグループ分けされてまして確認できてんのかいっていう話なんですけども、はい、その出金申請をしてですね、他の取引所でもいいんですけど、BTC をね出金する作業をしますと、その上で確認して不正がないことを確認したら、送金しますということになっておりますので、一応ですねこういった形で今のところ、まだ出金はできておりませんというところです。はい、出金申請をね、申請というか、取引所から出金をですねやったままにしようかなというふうに思っております。はい、ということでですねこのメールもですね、本日15時頃ですね、すぐにね帰ってきましたので、はい、かなりですねベルウッドさんの、レスポンスは良くなってるのかなというふうにね見受けられます。はい、ですので今後ですねどんどん解除されていくのではないかなというふうに思いますし、早くねされたい方はですね要望された方がいいのかなというふうに思いました。実際、僕の方を試しましたので、そういう形となっております。はい、また今後ですね、追加の情報とかもまた、F コミュニティからも上がってくると思いますので、合わせてですね、また動画の方でお伝えできればなと思います。はい、ということで、とりあえず、こういう形ですので、速報としてお伝えしました。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。